はい。では、ですね、霊廟ヶ原の廃墟を探索していこうかと思いまーす。どんな感じかな？また転送罠で飛ばされるとかあるかな？どうしよう。廃墟は別に、犬とか呼んでいいっていう、なんか自分の中のルールがあるんですけど。これは呼んでみるか、せっかくだし。ね。なんか、あんまり呼ばないのもあれだしね。こんにちは。みんなよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと探索していきましょう。探索というか、攻略というか。よし、行くぞ、みんな。霊廟ヶ原の廃墟、やったるぜ。お邪魔しまーす。ガンガン行くぜ。ワンコよ。ワンコよ。アイテムは後で取る。はい、オッケー。はい。やれやれ。みんなやれ。ほらほら。やれやれ。さて、俺を守りつつやっていただきたい。はい。ネズミの道がすごい。地下があるね。ここね。ここはまあ、最後に取っときましょうね。これはメインディッシュですね。で、スイレンがやたらある。スイレンは別に取って。あれ、正直そんな大変というか、そんなじゃないぞ、これ。どう？敵いた？ない？みなさげだね。で、ここの上にあれありましたよね。戦技かな。戦技か、祈祷の、なんだっけ。なんだっけ？スカラベ。がいましたね。あれ、全然ないぞ。全然なんか大した、敵もあれだし、ちょっとあれだ、前回廃墟であった、ちょっと上からちゃんと見なきゃっていうやつ。まあ、かといって、あそこの上に登ったらもっと見れるもんね。どうなんだろう。一応そういうのもやっておきましょうよ。やっぱね、そういう大したことないやつで、そういう風に見ることに。あ、やばい。狼さんが消える。ごめん。けどまあ全貌はこんな感じだよな。正直、そうだね。大した謎があるような感じじゃない。だからこそ、その地下が広いのかな、もしかして。はい。じゃあアイテムだけ取っていきますか。獣の木も大したアイテムでもない。だけど、火がないから、夜だと分かりづらいかも。そんなこともないか。はい。では、こちらの霊廟ヶ原の廃墟に入っていこうと思います。扉とかあるかな？ボスとかもあるかも。あ、そうだ。これはちょっとランタンつけてみましょう。ね。暗いんで。ありがたいな、このランタン。落とし穴とか。あ、なんか、普通の、なんだろう、こいつ。あ、いて。いて。これは、雑魚じゃないかな。いや、なんか、ちょいユニーク。お邪魔します。まだいる？ワンコ？ワンコ入ってきていいよ。とりあえず、やりましょう。よろしく。なんだあれ燃えるのか爆発した。よろしく。これちょっと機敏だな。なんか、動きが、女性っぽい感じがするな、となくだけど。てか、声もちょっと。なるほど。はい。とりあえず倒しましたという。まあ、そこまで大変ではなかった。まあ、ワンコいなくても、まあ、大丈夫ね。よし。じゃあ、ここの扉開けていきますか。宝箱かな。開けましょう。宝箱。落とし穴とかそういうのもあるわけでもない。はい。はい。じゃあ、これで、とりあえず見ていきます。はい。じゃあ、宝箱開けましょう。はい。
では宝箱を開けていきたいと思います。どうなんだろうこれ、また転送穴かな、ミミックでもないな。じゃあとりあえず開いたらローリングです。はい、あ、間違えた、早いよローリング。はいはいはい、大丈夫大丈夫でした。じゃあ拾いましょう。翼の鎌ですって、かっこいい、すごい中二感のあふれる武器を、め武器だよね、杖かな、鎌だから武器。はい、これだ、鎌初めてゲットした。はい、じゃあちょっと鎌打ってみますか、せっかくだし。とりあえず FP、 攻撃87か、補正は技量と進行か、なるほど。お、筋力と、いや進行た結構いるな、なるほど。で、じゃあ、あ、間違えた間違えた。で、ドキュメント、翼の鎌、白き翼をかたどった聖釜なわけないけど、ひじり釜かな、なわけないか。生属性の攻撃力を持つと、白き翼を持つ乙女たち、異教においてそれは優しき死の使いである。白き翼を持つ乙女たち、専用戦技がありますね。天使の翼、跳躍とともに翼の刃に白い光を宿し、そのまま切りつける戦技。白き翼は聖杯瓶による回復を阻害する。なるほど、これで切りつけると回復できなくなるんだな、相手が。ちょっと対人とかで必要な感じかな、これは。なるほど。けど、カマはちょっと振ったことないんで、ちょっと、振ってみましょう。はい。えい。えい。結構モーション遅いな。はい。というか、デザインは切れんのこれって感じだけど。すごいデザインだ。えい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 。で、R2。R2 ためがこう。R2 ためがこう。こう。R2 ためコンボがこう。はい。で、ジャンプ R1。ジャンプ R2。あ、ジャンプ R1。で、ローリング R1。あー。なるほど。OK。はいはい。で、戦技使ってみましょうか。よいしょ、おー、よいしょ、あれ戦機 FP 減ってない、よいしょ、すんごい飛ぶ空中にめっちゃ浮いてるけど、やっぱ翼のね、鎌の能力。はは、今ないからかな、これなんだろう、使える使えない。はい、という感じでした。翼の折れたエンジェル、翼の鎌、こんな感じかな、とりあえず。全然じゃあ大したあれじゃないですね、レーベオガハラ愛嬌。もうちょい上見てから。ああ、意外とさらっと終わりました。うん、もっといろいろあるかなと思ったけど、さらっとでしたね。はい、というところで、じゃあ、レーベオガハラの廃墟でした。ではでは。乙女か。うん。